手、もろ手。はい。ここのね、ここのあのつるはしが刺さってるところは、つるはし。ID のカエラのお城だね。おお、なるほどなるほど。ここは ID の区域ってことですか？うん、うん、うん。まあ、区域ではなくてカエラが作ったお城で、で、うんうん、ここにね、ちょっと。おね、大丈夫だよ、怖くないよ。さすがルイ先輩。え、この音はどうやって出してるんですか？あ、ゴーって。ゴー、わからない。え、っていうことは、うん、今突発的にルイ先輩が出した可能性もある、うん、あ、その可能性もある。うわ、怖ー。ルイ先輩どこからその声出してるんですか？あ、ちょっとさっきね、コーラ飲んだからちょっと喉から出ちゃったかな。ゲップ？ゲップする先輩は嫌いかい？あー、ちょっと。そっぽ向くんじゃないよ、そっぽ向くんじゃない。ちょっとね。あ、ちょっと嫌だった。ごめんごめん。じゃあちょっとゲップするのはやめとくわ。あ、そうですね。うん、ぜひ書いてください、先輩。わかる、わかった。で、ここになんか欲しいものを書いた本とかをここに入れとく、ここに入れとくと、この本ね、本と羽ペンがここに入ってんだけど、はい、欲しいものを書くとカエラ神が気づいた時にここにね、あの物を入れといてくれますね。おー、っていうことはダイヤモンドって書いたら。まあでもね、ダイヤモンドは自分でね。なんでそんなダイヤモンドが必要なの？え、リグロスでホロサバに初めて入った時、ホヨリ先輩の、はいはい、はい、トラップに引っかかりまして。あー、なるほど。ダイヤ10個払ってね、みたいに。あー、そんなの払わなくていいよ、払わなくていい。払わなくていいんですか？払わなくていい。いやいや、ゲップやめといていいですか、先輩。やめてよ、私がやらないからってゲップやるの、ちょっと。え、風ゲップしたでしょ、今。違いますよ、全然。もう綺麗なゲップだったから、やっぱり歌が上手いとゲップも綺麗なんだな。違いますけど、え、もうやめてよ、ほんとに。やめてくださいよ、ほんとに。先輩、ここまでね、ちょっと匂いしてきますよ、ゲップ。匂いしてきた、ごめん、なんか。今日カレー先輩。カレー食べてるの、なんで分かったの？匂いがした？カレーの匂いがした。そう、カレーの匂い、いい匂いでしょ。いい匂いでした。美味しそうな匂いでした。あ、よかったよかった、食欲そそったならよかったよ。はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。